ジム・コンスタンティはアメリカ合衆国ニューヨーク州ストライカーズビル出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ウィズ・キッズと呼ばれた1950年のフィラデルフィア・フィリーズで救援投手として活躍し、同年ナショナルリーグ最優秀選手となった。シラキュース大学で学士号を取得した後、コンスタンティはニューヨークのセントレジス・フォールズで体育の教官をしていたが、 その後シンシナティレッズと契約して1944年にメジャーにデビューする。同年先発として6勝4敗の成績を残したが、1947年まではほとんどマイナーリーグで過ごしていた。1948年31歳になってフィラデルフィアフィリーズに移籍し、リリーフを専門でこなす投手となってから、ようやくメジャーに定着するようになった。 鋭いスライダーとチェンジアップを武器に1949年に9勝7セーブ3.25の成績を残し、翌1950年にはリーグ最多となる74試合に登板し16勝7敗と22セーブ防御率2.66を記録、この年のフィリーズのリーグ優勝に大きく貢献する。この年コンスタンティはナショナルリーグの最優秀選手だけでなく、 AP 通信のアスリートオブザイヤーやスポーティングニューズ紙のピッチャーオブザイヤー等の表彰を受けた。しかし翌年はその反動からか4勝11敗9、セーブと不振に陥り、1953年には再び先発投手となり14勝を挙げている。この時はすでに36歳になっていた。翌1954年シーズン中にフィリーズから放出され、ヤンキース、 カージナルスに在籍し1956年に現役を引退した。1976年にニューヨーク州オニオンタで死去。ありがとうございます。